アダクションは、ウエイトトレーニングの種目の一つ。大内転筋の筋力、筋量を増やすことができる。アダクション、アダクション、スタンディングケーブルアダクション、スタンディングケーブルアダクションマシンのシートに座り、膝の内側に、パッドが来るように調節する。両足が開いた姿勢からスタートする。息を吐きながら、大替を閉じる。大内転筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、 息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。マシンの正面に立ち、膝の内側に、パッドが来るように調節する。片足が横に上がった姿勢からスタートする。息を吐きながら、大体を閉じる。大外転筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 ロープーリーにアンクルストラップをセットし、足首に巻く。マシンに対して横を向いて立つ。片足が横に上がった姿勢からスタートする。息を吐きながら大体を閉じる。大内転筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。